コロモちゃんプロデュース、ルミ子の特撮ひそひそ話。今日はスペクトルマンで、主役のガモジョージを演じた成川哲夫さんの思い出を少しだけお話ししますね。成川さんは1944年の4月15日に生まれて、法政大学在学中に東映の演技研修所に入りました。で、私はその数年前に中学1年生の時に東映演技児童の方ですね、児童演技研修所に所属していたので、成川さんは私の後輩ということで、年は6歳ぐらい上だったんですけども、私は成川くんなんて呼んで、スペクトルマンで共演する以前から知っていました。何度も会ったことあります。成川さんってなんていうのかな、本当にガモジョージみたいな人ですね。普段は本当に物静かで、優しい微笑みを浮かべていて、なんていうか本当にジェントルマン、空手のすごい人だなんて全然知りませんでした。マッチョな感じは全然ないんですよね。そしてそうですね、本当に気配りがあって礼儀正しくて、こう言ってんの私にはいつも気を使って優しくしてくれました。あと私が出演した4回は本当に暑い夏だったので、スーツアクターの方たちにも気を使っていましたね。時々アイスを買ってきて差し入れてくれたりしていました。あとそうですね、何を言ったらいいのかしら。ガモジョージってちょっとブラジルのファンの方に聞かれたんですけども、鉄夫はガモジョージみたいな人でしたかって聞かれたんですけども、本当にガモジョージみたいな方ですね。だからきっとキャスティングで選ばれたのではないかと思います。大平徹さんも成川さんは、礼儀正しく、とても好青年で本当に素敵な人だったと語っていましたけども、私も全くその通りだと思います。はい、スペクトルマンが終わった後も、噂の刑事トミーと松にとか他のいろんなのに出演していましたけども、空手の、難しい名前なんでちょっと忘れてしまう、国際なんとか、なんとか会という、ごめんなさい、その代表者が急に亡くなってしまったので後を継ぐという形で俳優を辞めてしまったのですね。でも2010年に肺がんで亡くなってしまいましたね。65歳、今考えると65歳なんて本当に若いですよね。とても残念です。はい、成川さんとっても懐かしいです。ネビュラ71変身願います。かっこよかったですよね。でもなかなかネビュラ71変身とか言ってもなかなかいつもいつも変身できるわけじゃないっていうのが面白かったですね。では今日は成川さんのお話でした。これは沢緑、怪獣 G メン沢緑のコスチュームですね。はい、ではチャンネル登録といいね、それからコメントお願いしますね。Please subscribe to my channel and leave a comment and like. Bye bye!